博報堂ケトルの木村です。今、ようやく審査が終わったんですけれども、まあ、ここのクリオの審査ってとにかく余裕があって、すごい時間がいっぱいあって、で審査員も北米2人の、南米2人の、ヨーロッパ2人の、アジア2人の、オーストラリア1人なんですけども、まあ、すごくなんかロックミュージシャンとジャズミュージシャンが一緒に音楽作るみたいなセッションができたと思います。で、それはなぜかっていうと、やっぱりすごい時間がいっぱいあって、ここは砂漠の真ん中で、審査以外何もやることないので、みんなこう集中できる、環境があったからだというふうに、思います。まあ、審査の結果は、そういう、まあ、クリオは非常に余裕がある審査の、環境だったので、何事も全部投票して決めていくし、非常に民主的な、会だったと思います。ありがとうございます。